これは、秩父のですね、小鹿野町のバイク弁当で、に行った時ですね、バイク弁当食べたその弁当の入れ物なんですね。このように、オートバイのタンクの形をしています。これを今からですね、加工したいというふうに思います。どのように加工するかというと、ここを開くんですけどね、ここの部分ですね、ここの部分を切り取って、ティッシュボックスにですね、これをするということなんですね。それでは今からその加工をしたいと思います。使うのはこちらのね、タンク型の弁当の蓋の部分と、それからこちら。まず最初はドリルで、ここのところに穴を開けます。こういう電動ドリルですね、こちらの方、結構小型でね、愛用しているものなんですけど、こちらの方に、このですね、一番細い、ドリルをですね、こちらにつけて、この裏からですね、穴を開けていきたいというふうに思います。先ほどのドリルドライバーではちょっと開くのに、穴が開くのに時間がかかるので、こちらのですね、もっと強力なインパクトドライバー、こちらの方を使っていきたいと思います。これにですね、一番細いこのドライバーの方をですね、このようにつけて、もちろんはるかに強力なので、こちらで穴を開けていきます。それではこのゴミ箱の下にですね、こちらの方を置いて、こちらで穴を開けます。さすがにインパクトドライバーだと早いですね、穴の開き方がね。このようにして穴を開けていきます。こちらの方ですね、インパクトドライバーで穴を開けてこのようになりました。あとはここをですね、後ろから見るとこんななんですけれども、熱したカッターナイフで、これを切断していきます。使うものはこれ、アルコールランプなんですね、小型ので、こちら側が燃料のアルコールで、これが、カッターナイフですね、それに、これはガスマッチですね、まず燃料の方をこちらの方に入れます。これ中身が少ないとですね、アルコールランプの方ちょっと危険なので、だいたい8分目ぐらいですね、までこう入るように入れてください。満タンでも危険です。燃料入れたらこちらの方ですね、こう開けまして、こっちの上ですね、はい、このように開けまして、これちょっとどかしときましょう。これに点火します。こうですね。そしてこれでこのナイフの先を炙ってですね、しっかり熱して、こちらの方このように押し付けると、熱でですね、切ることができます。こういう感じですね。
このようにですね、熱で少しずつ切っていきます。このようにですね、それではこちらの方ですね、このように、切り取ることができました。あとはここをですね、滑らかになるようにですね、こちらのカッターナイフで、切り落としていきます。こんな風にですね、こんな風にこの余計なバリ状になっているものをしっかりと取っていきます。こんな風な感じですね。今回は、インパクトドライバーとそれからカッターナイフをね、炙って、溶かして切るという方法を取りました。この方法なんですが、ホットナイフというのが、あのハンダゴテみたいなやつが、安いのだと1000円台で売っているので、まあたびたびですね、プラスチックの加工をするというような場合はホットナイフを導入してもいいかなと思います。きれいに切るにはね、超音波カッターなんていうのがあるんですが、超音波カッターはかなり高額になるので、まあホットナイフぐらいまでかなというふうに思います。こちらの方、あの箱のティッシュですね、でこちらの方このようにですね、横から開けて、この中からですね、ちょっと全部入れるのは厳しそうなので、この中からこのように抜き取ってですね、こちらの方をこんな風にですかね、こんな風にこう入れて、ここからこういう風に出すということですね。このように入れまして、ここからこういうふうに抜くと、ティッシュの方がこう1枚ずつですね、出るというふうになって、ティッシュケースの方の完成です。